オタク訪問ロケで昭和感が溢れ出てしまう井森美幸。で、見て、ここ台所、え、キッチン、で、ここ居間じゃない、え、リビング、で、ここ押し入れすごい広くない、え、クローゼットで、で、私言い方古い、もう許してちょうばげ。